なし。お塩よし。大体揃ったかな。で、あれ？あそこの人、もしかして。やっぱり。私、山吹さやです。そちらのライブハウスでお世話になることになったドラマーの、あの、その説は霞が本当にすみませんでした。特に気にしていないってことなら、よかったです。ああ、いえ、特に用事というわけではないんですけど、お見かけしたので、ご挨拶とそのお詫びを。メンバーともども、これからもよろしくお願いします。ちょっと、危ない。落としたら、え？何を持ってるのかって？ああ、すみません。これは音楽とは関係なくて、実家がパン屋なんです。今日は父がうっかり材料を切らしちゃってて、代わりに買いに来てたんです。実はうちのパン、メンバーにも美味しいって評判なんですよ。練習終わりによくみんなで食べるんです。特に最近は練習に熱が入ってるので、ついたくさん食べちゃいますけど、家の手伝いくらいなんてことないですよ。バンドとの掛け持ちもうまくやってますから。なんだか気を使ってもらっちゃってすみません。といけない、そろそろ行かないと。あ、そうだ、よければ今度うちのパンを食べに来てくださいよ。もちろん音楽の方も頑張りますので、これからもよろしくお願いします。